にちは。今日はいい天気です。今鹿児島中央駅の前に時の住処、これから鹿児島温泉というところに行きます。温泉を出まして、結構鹿児島では有名な美味しいお店なんですけど、とんかつ竹亭というところに歩いていきます。中央駅から25分くらいかかると思います。じゃあ出発します。九州新幹線鹿児島中央駅のガードをくぐります。何の花だろうね。綺麗な花。トンネルの上には武部神社があります。鳥居から、桜島が見えます。帰りしな一遍寄ってみます。あ、見えてきました。時の住処です。ここは、美人の湯でいい湯らしいです。最近建て直した新しい湯だと思います。さあ入ってみます。2階がそうですね。男湯ね、入りましょう。おお、すげえなー、ここが。こういうところね。ああ、洗面所か。あの、いいお風呂でした。露天風呂もいろんな種類があって楽しかったし、サウナもありました。ここはあのロッカー設備が整ってまして、忘れ物以外は物を失うということはあまりなさそうな感じしました。次にこれから竹亭という、とんかつのお店に行きます。結構有名らしくて美味しいらしいですよ。ここの景色もいいですね。ここは、田植え小学校というんですかね。ここのお花が綺麗ですわ。すごく可愛い。桜もバッチリで。とんかつ竹亭が見えてきました。とんかつ竹亭、駐車場も広いですね。これがとんかつ定食900円です。それとご飯とキャベツおかわり OK で、お味噌汁っていうんかな、これ
なんか美味しそう。色が違うけど白味噌かも分かんない。じゃあいただきます。スープなんだ。完食しました。この白味噌とそれ以外の味のある味噌汁スープが大変美味しい。それとトンカツもキャベツも全部美味しかった。これが900円になります。美味しかった。最高でした。ありがとうございました。とんかつ定食900円でした。建部神社参道入り口。さあ今日は見えるかな、山が見えるかな。これが鳥居ですね。なるほど。鳥居からちょっと右の方は霞んでますけど、なんか人間の言うことですけど、一説ではこの神社で、桜島を守っているというそんな説もあるそうですけど、まあ勝手な話ですけどね、人間で。すごいな。ちょっと反対側の方から降りようかな。ご覧いただきましてありがとうございます。今日は桜もほぼほぼ満開になりました。鹿児島地方です。いいねとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それじゃあさようなら。